これで大体片付いたわね。 私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。本当、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。
解読完了。ブローニャ、もっと急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった。あなたも無事だったのね。メイ姉様、温泉に入りたいわ。
パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ。異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構解読完了。了解です、艦長。せっ！ちょっと不安かも。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？
長、次の目標は何ですか？環境はクリア。重装ウサギ一級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？人と一緒にいると安心します。誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブローニャちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認。目的地をセーフレイヤ学園に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？ブローニャ！アンキリーシステム、強制コントロールシステム、再起動。最高権限指令、入力確認。周囲の敵を排除します。しましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。